皆さんこんにちは、バカ村地です。今日はロボさんのところに来てみました。手が食べられちゃいました。なので低評価とさせていただきます。食べられました。皆さんこんにちは、バージョン2のバカ村地です。今日はツタンカーメン王に占ってみました。今日は吉が出ました。なので高評価とさせていただきます。高評価バージョン。ソウシさんどう？いいですね。今回はね、ソウシちゃんと、ナオさんが、ローランドで初来店。どうぞ。サンマリン、ソウシさんどうですか？いいですね。やってみますか、ソウシちゃん。遊んでみましょうか。遊んでみましょうか。ソウシちゃん、早速。はい。プレイ。こっちはまだ。ソウシちゃんどう？ソウシちゃんどう？楽しいですね。楽しい。ミサイルがいいよね。水面走ってく。すごいですねこれ。立体感があって。はい。こちらは高評価ですか低評価ですか？高評価です。自分も久々に入ったな、なんだかんだ言って。で、ナオさんがね、アフターバーナー遊んでます。久しぶりに入りましたね。久しぶりですね。やっぱいいですね、ここは夢の国ですね。はい、どうですか？孫子博士のコメントをいただけるような、ソウシさんはね、レトロゲーム2ですから。なかなかすごいですね。なかなかすごい。はい。これ、だいたい、これはだいたいレアもの。レアもの系の。すごい？はい。クラウドローランドどう？はい。すごい。クラウドローランドすごいっすね。すごい。でも、めっちゃ面白い。あれ、こんなに暗かったっけ、この部屋。そっち電気つくんだっけ。スプラッタハウスの。スプラッタハウス、いや、ポスター。ポスターだ。スプラッタハウス。これはもう復刻じゃないからね。オリジナルだからね。最近ナムコも復刻で出してるよね、ポスター。うん、ソフトちゃんどう？これソフトちゃん、ソフト、昔のやつのソフト。ああ、なるほど。キュータとか、あれとか。はい。TV 戦コンプリート、 TV 戦コンプリートですよ。釘付けです。そうしたら釘付け、これが出てる。こんにちは。この辺見ればそうしたら分かるよね。分かりますね。すごいよ。はい。ねえ。何本？ 200 本以上あるよね。300本ぐらいかな。300本ぐらい、ね、あるよね。こういうのがなかなか出てこないんだよ、この武田。あ、武田出てきたのでも。武田サッカーとかね、うんうん。これとかもそうですもんね。あれ、でも武田、あ、そっか、うん。箱と。ここら辺とかね、出てこないんだよ。な変なこれとかもこれ。チープなやつが出てこないよね。スーパー 4WD とか、こういうね、チープなやつってね、出てこない。日物系結構出てこないよね。わ、うんうん、かるような気がする。わかる？うん。これ全部安いやつなんだけど。逆に買わないようなやつ、あの、玉数が出てないやつね。そうそう。うん、わかる。それは。これ何気なくね、これね、俺が好きな。うん、なんか、ちょっと気になりました、ね。SF アダルト、エリカ。エリカがありますね、ちょっと。で、3D アーカイブがこれ、何気にこうあってね。これもね、ちょっと今高いからね。高いの、これ、なんだらけで1万2000円もしたの。うん、これちょっと、これちょっとさっさと買っとけばよかったなと思って、当時。ね、昔安かったのね。安かった。こっちに、まだありますよ。絶対、どうぞ。どうぞ。どうぞ。孫子ちゃん、いや、そういえばそうかもしれない。ソフト感の奥地。
おっと、おっと、これは素晴らしい将棋三昧とかもう抑えてる。どうですか、孫子ちゃん。素晴らしいですね。どう書いちゃうの。どう書いちゃう、素晴らしい。これ、ここが、これ、ここがゲンボイ、うん、ゲンボイ、このぐらいしかない。まだ、なおさん見てもらえる。俺が好きな、この怪奇自動車、怪奇自動車、すごいですね、うん、悪化の伝承とか素晴らしい。いやこれ、64コンプリート、6はコンプリート、6はコンプリート、すごいですね。行かれてるよ、テレビ。そう、テレビがここに入る。前来た時より増えてるよ、前来た時より増えてる増えてるよね、うん、こっち、だって増やしてるもん強化中だから、6はのスーファミとか行かれてるよ。スーファミ系ちょっと強化中なんで行かれてます。はい、暗いな、これめっちゃ面白い、めっちゃ面白いよ。暗い、喋り本文まで、すごい、暗いよ、うん、つけた。これなんですか、これ、あれ、あれ、つかねえ。でも、なんかこれちょっとまた虹色になっちゃう。昔はだから壊れちゃうんだよな。まず、バットランドをプレイしたいと。バットランド、うん、バットランドをプレイしたいと思います。これ、どうさん、ちなみにこのゲームは何ですか。消しちゃった。何ですか、これは。これはとりあえずね、ガンマンでね、うん、敵をやっつけてください。危ないと思った時にボタンを押してください。もう始まれるの。あ、ザラザラ来た。え、何、あ、え、どうなってんの。あ、こういうこと。あ、うん、あ、こうなるんだ。そうそうそう、撃たれちゃうんだ。だからタイミングよくチープだな。敵が出てきたと思ったらボタンを押すわあ、こういうアニメーションねチープでしょ。チープだね。レディー、始まりますよ、まだ。なんかこっからのさ、犬が出てきて、まあもう、あ、ま、早打ち負けたんだ、今ので。あ、早打ち、早打ち負けだったんだ。これ本当にエンター効いてる？ここかな？こっちじゃね？そうかもしれない。あ、ゲームオーバーです。まあこういったゲームっていうことでね、知らないね、このゲームは。ザ・マニアックですよ。マニアックですね。まず敵が出てくるんで。これ、じゃあ一回このスペース、反射神経だね。スペースキーで。反射神経。これ早すぎてもダメなの？いや、わかんない。あ、やっぱスペースだ。あれ、バーンって出たよね。でも出たよね。バーンって落としたよ。あ、落とした。落としたけど、落としたけどちょっと遅かったんだな。負けちゃ、あ、やられちゃいましたね。やられちゃいましたね。こういったゲームです。うん、マニアックだな。一回待たんなかったで終わっちゃったね。ゲームオーバーだね。ソーリーだった。マニアック。そしたらアフターバーナー遊んでます。いいですね。ソンちゃんどうですか。楽しいですね。楽しい、はい、わかりましたね。いいですね、景色がね。ほら、夕日が。あれは何ですか。あれは筑波山ですね。あ、筑波山、筑波山だ、うん、おっぱいみたいな形してませんですか。ベルセルクでいうベルセルクのビヨーンってゴッドハンドがゴッドハンドが出てくるじゃないですか。出てくるところね。出てくる。見えましたよ、ゴッドハンドね、筑波山。ゴッドハンドがね、これ筑波山って有名と有名ですよね。そうですね、ガマのね。そう、ガマの筑波山。筑波山、昔はね、筑波山でね、天狗島とかがあそこに集まってるあれだったんでね。ガマの油売りね。そう、ガマの油売りとかね、まあそういったあれがありましたけど、ね、今日ね、いろんな孫子ちゃんとかね、ちょっとね、孫子ちゃんいますよ。はい、どうさん、これですよ。ああ、有名な味の食卓です。ね、うまい店っていうね、番組で取り上げられた。量が多い。そう、量が多くて安い。楽しみでちょっと行ってみましょう。いいね、うん、行ってみましょうか。いいですね。いいっすね。ごめんなさい、ちょっと一曲したら入ります。あれ、どうしよう、ちょっとこれ靴下ピッコじゃねえの。あ、これ、いつものお約束だよ。これ、塩だから。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。じゃあ、俺もこの辺に座って。あ、走って。乾杯しましょう。じゃあ、どうぞ。乾杯。お疲れ様です。お疲れした。
どうですか旅の。旅のどうですか茨城でどうですか。茨城どうですか。うまいっす。うまいっす。初茨城どうですか。初茨城。初茨城美味しいです。美味しいです。美味しいです。じゃあ見てこれ、これね、あじゃあ本当は手とか500円か600円。これにご飯と味噌汁ついてくるんだよ。食べれる。すごい安いでしょ。すごいね。ほら、唐揚げ来ました。このデカさ見てください、これ。さあ、孫子ちゃん。ママさん、ママさん。いい決まってる。今撮影してんだって。お疲れ様でした。遠いとこからお疲れ様でした。りょうさん、どうも。お疲れ様です。これがね、チキン南蛮ですよ。この大きさですよ、これ。このボリューム。豚天。すげえボリュームなんだけど、これ。垂れた、これ。どうさんどう？どうさんどう？どうさん美味しい？美味しい。グッド。グッド出ましたよ。大ですね。ほら来てほら生姜焼き定食どうさん。すごくうわすげえ。言ってんじゃん。すごいって。すげえ。見てこれ。どうさん食べれんの？やれるのか。これどう？なんで犬気になっちゃうの？ほら来てよ。吉井君のも。見てよこれ。よしくん食べれる？俺は行きますよ。サンタね。すげえね。渡すものながらありながら、多分時間的にこの時間だろうな。甘い。すごいですよね。掘っても掘ってもね。すごいね。これ600円だよ。すごい激安。ちょっとどうせモノマネやってアイカーキンやのかぼちゃばっかり食ってみろたまにはメロン出て食いたくなるだろおもさん。いや、ごちそうさまいっぱい食べたね。いっぱい食べましたね。ごちそうさまでしたね。美味しかったですね。非常にうまいですよ。外人ですよ、外人。外人ですから外人ですありがとう。おめえ日本人顔受けんねパイナップルヘアおめえ日本人8500円、はいよ。はい、9000円。ママさん、ごちそうさまでした。これ、次の次回の時間のお金、次にこれになった。いや、美味しかった。はい、先生、お母さん美味しかったよ。美味しかったね。美味しかったです。お腹いっぱいお腹いっぱいです。はい、来なくなっちゃう。おめえ外人か。お腹いっぱい組とあんま食べてない組と お腹いっぱい組とどうですか、そのちゃん、まだ食べてますか。もう食えないと思います。あそこ量ありましたもんね。なに太鼓式マッサージに行くの。ほら、なんかもうネオンが光ってっからこっちじゃないじゃん。こっち飲み屋街じゃないよ。なるほどね。ポールダンス。これはなんか秘宝館だとあれ思っちゃいますね。謎のこっちか。あ、G 高しいんじゃない。本当だ。うん、そうです。飲むか。ちょっと飲む。G 高しが出てますよ。G 高し。グラップラーの声だ。グラップラー。そう。石焼き芋屋さん。今回もね、取り口どころの一丁来ましたよ。来ました。予約でいっぱい。どこもダメだね。量産はあのトイレタイムです。ほら、ローズアップがありますよ。ローズアップ。ドゥーッツ。ドゥーッツ。最後は高校生で。高校生でね。じゃあここにしますか。ここにしようって。お一人様980円。時間無制限。あ、ここは12時までやってるんですかね。うん、ここやってそうだね。このカンパがいいなと思って。よいしょ。すいません。ありますけど、焼き鳥とこれビールでしょかな。とりあえずテーブル席がね、離れちゃいましたよ。
いい感じに酔っ払ってきましたよ。ちょっと思わなかったからな。いや、俺もっすよ。がっつり食べた2人ね。そうです、もう仕事終わって、いや、食べんじゃない。2軒目食べれないっていう。がっつり食べた。がっつり1個1人600円で食べて。取り口サラダで安いですからね。あ、そうっすね。こっちよりね。これと同じですよ、定食の値段が。そう考えると、クソ安いですよね。とりあえず一回3人でやりますか。はい、乾杯。はい、乾杯。はい、乾杯。ウェイウェイ。あ、2人来た来た。はしごして、ウェイ。ウェイウェイ、はしごペー。あ、やっこありましたっけ。出てました、出てました。タコ浅くて。これにプラス200円でさっきの定食だからね。もう何になってんの、マッコイ梅酒つなぎもとハーツ、いいですね、味噌とからしが。ね、本日の最終目的地、湯田の里、土浦店ですね。来ましたよ。いや、混んでますよね。混んでますね。やっぱ土曜日の夜と、あとゴールデンウィークっていうのがね、あって、男のね、裸の付き合い本目臭いですけど、入りましょうか。入りますか。じゃあまた。うまいですね。うん。まだ食ってるよ、チョコレートアイス。今日は湯田の里から。うん、湯田の里ね。みんなで裸の付き合いしました。いい湯でしたね。うん、いい湯でしたね。いい湯でしたね。入ってねえし。入ってねえし。また外人と間違えられて、ね。そうだね、うん。楽しかったですね、今日も一日、ね。うん、そうですね、うん。濃厚な一日になりました。また皆さんとお会いする日まで。さよなら。さよなら。バイバーイ。今日はね、5月1日、車中泊して、さっきこちらを買いました。朝カレー260円、激安です。食べたいと思います。いただきます。ということでね、あれから、1週間が経ちました。ね、世間はね、ゴールデンウィークで、皆さんどうお過ごしでしょうかね。自分はちなみに、ゴールデンウィークは関係なく、ブラックウィークで、仕事の日々です。今日も仕事からね、今帰ってきたところです。で、このね、ディスクシステムの、ケース。こちらはね、ナオさんにいただきました。ありがとうございました。ね、本当はね、あの日、日曜日、ね、ローさんと、バカソンシちゃんとね、ナオさんでね、埼玉県のおもちゃ屋さんに行くってはずだったんですけども、まあね、あの自分休みの日もリモートとね、次の日が仕事が早いためにね、今回は断ってしまいました。ね、また、機会があれば、みんなでねお出かけできたらいいなと思います。それと、昨日かな、届いたのがこちらですね。こちらです。クボケンのファミコマニア TV でおなじみのクボケンさんからね、ね、一緒に撮影した時のね、お世話になりましたということで気持ちを送ってくれました。こちらですね、ギャプラスナムコのね、未発売作品ギャプラスです。これね、欲しかったんですよ。まだね、遊んでないですけど、ゆっくりね休みの日に遊びたいと思います。ね、クボケンさん、ナオさん、ありがとうございます。それでね、いつもね見ていただけて、いただいてる、ご視聴様の皆様、ありがとうございます。それでは、チャンネル登録、高評価ボタンよろしくお願いします。あとクボケンのファミコマニア TV もね、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。